長くこの世界を見届けたかったのですが、に隠された衝撃の真実。はい、どうもニヤニーです。本日は仮面ライダーギーツ第24話の予告考察をやっていきたいと思います。先週のね、第23話はほんまに情報量がもうエグすぎた回だったんですけれども、まあそれと打って変わってかまだわからないんですけれども、次回第24話はまあ総集編みたいな雰囲気が出てますよね。なのでまあ箸休め回なのかもしれないんですけれども、ちょっとねあることに気づいてしまったので、いつも通りみんなと一緒に仮面ライダーウェブとテレビ朝日のホームページを見ていきたいと思います。まずはテレビ朝日のホームページから。運営トラブルの理由にデザイアグランプリの運営は急遽オーディエンスに向けた緊急特番を編成。デザグラの真実が明らかになっていく。エースらもジンらサポーターと特番を見守るが、ベロバが突如放送をジャック。ジャマトによる新たな野望をぶち上げる。それは続いて仮面ライダーウェブの方を見ていきましょう。私は信じたい仮面ライダーの皆さんを。ベロバによりジャマーガーデンが破壊され、ライダーたちは負傷。デザイアグランプリの機能は停止し、ゲーム結果は宙に浮いてしまっている。未来人であった運営やサポーターは状況を整理すべく、今までのゲームやジャマとの動きの分析に当たる。しかし突如として電波がジャックされ、画面には笑顔のベロバが映し出された。緊急事態を演出し、ベロバは不吉な宣言を叩きつける。それに対しついにサポーター陣が立ち上がった。ということでですね、これちょっと待てよと、まあテレビ朝日のホームページと仮面ライダーウェブの文章がめちゃくちゃ短い時って内容が濃いことが多いんですよね。これもしかすると次回24話は箸休めの総集編ではなく、まあまあ重要回っぽい気がしてきたんですよね。ということでですね、いつも通り気になるポイントに絞って今日も話していきたいと思います。本日のポイントはこちら。1、ベロバの計画。2、エースが高校生に。3、ツムリの発言と目的。以上の点について語っていきましょう。ニヤニヤチャンネル、レディーファイト。ベロバの計画。次回ベロバが不吉な宣言をすることでサポーターたちが立ち上がるようなんですが、まあ予告動画もこの画像からもですね、サポーター全員がレーザーレイズライザーを持っているからですね、次回全員が変身する感じがして結構ねワクワクするわけなんですが、まあ23話のラストでベロバが変身したわけなんですけど、まあ仮面ライダーでいいんですかね。一応これは一応思っていた姿とは違うかったわけなんですけれども、あれがもし仮面ライダーじゃないとするならですね、残りのケケラとキューンもどうなるのか、まあ全然わからないんですよね。一応ジーンはまあ僕らがよく知っている仮面ライダーの姿をしていました。でベロバはロボットっていう形で来てるからですね、もしかすると全員が違う形になるとかもありそうな感じがするんですよね。例えばケケラがバイクでキューンが武器とか、サポーター自らサポートアイテムになるっていうのもね、なかなかありそうじゃないですか。まあでもですね、バイクはもうすでに1台登場してるので、必要ないかなとは思うんですけれども、まあでもね、2号ライダーのね、このタイクーンが乗る専用バイクみたいなのもあっても良さそうですよね。ケケラはもちろんね、カエルモチーフやと思うから、まあフォルム的に仮面ライダーセイバーで出てきたライドガトライカーを改造したバイクとかめっちゃ合いそうやなというふうに思うんですよね。結構このね、仮面ライダーギーツは武器全般もリデコが多いし、マスクもいい感じでね、リデコしてるし、リサイクルライダーと言ってもね、過言ではないかなと思うので、過去に使ったものをどんどん再利用してほしいなと個人的にはちょっと思ってるんですよね。なのでまあ、次は何がリデコされるのかっていうのもですね、僕は楽しみの一つとして見てるんですよね。で、キューンは一体何モチーフなのかっていうところにもなってくるんですけれども、個人的な希望ではですね、ネオンがやっぱり猫モチーフの仮面ライダーなので、猫化で綺麗にね、まとめてきてほしいなというふうに思うんですよね。例えばヒョウとかチーターとか、まあ、ライオンはどうなんでしょうね。なんかこのボディーガードのベンとジョンが黒ヒョウと、まあ、ホワイトタイガーっぽかったので、後世が猫科の王様、ライオンとかになってほしいなとひそかに思ってるからですね、キューンにライオンは使ってほしくないっていうね、願望があるんですよね。ということで、ちょっと
お題があのベロバの計画やったんですけど、全然ちょっと違う話になってしまったんですが、ちょっとここからベロバの計画なんですけれども、ここにサポーターを集めたのが計画の一部とするのであればですね、サポーターたちが持っているこのね、プロビデンスカードみたいなやつあるじゃないですか。あれを一つに集めることで、ビジョンドライバー一つ分の性能があるとかならですね、全員を一箇所に集めた意味ってあると思うんですよね。それなら、ケケラとキューンはですね、登場してすぐにアイテムを回収されることになるからですね、それはそれでね、なさそうな感じもするんですけど、この仮面ライダーギーツという作品に関してはですね、白を1話限りで終わらせたり、銀ペンもあれは登場話数は2話だったんですけど、2話しか出てきてなかったと思うので、そういった形で結構出し惜しみなく使ってくる印象があるので、1回限りはこれまでの作品と比べると全然ありそうなんですよね。なのでこのベロバの計画に関しては、まあ一応全然わからないんですけれども、ニラムからビジョンドライバーを奪って創世の女神の力をもらうっていうわけじゃなくて、なんかね、違うことをやっていきそうな感じがするんですよね。エースが高校生。仮面ライダーウェブの写真なんですけれども、エースが制服を着てる写真があるんですよね。これは一体何なのか、過去回想なのか。それならですね、現在エースは21歳という設定があるので、まあ3年から5年ぐらい前ということになります。でもですね、今更そんな中途半端な過去を描いてもどうなんねんっていうね、思う部分もあるので、このシーンはもしかすると昨日ね、動画で話した内容とちょっと被るんですけれども、新しい舞台の時代の新しい器を手に入れたギーツの変身者という感じなんじゃないかなというふうに思ったんですよね。見た目はエースやけど、新しい舞台ではエースではなくて違う名前の可能性もあると思います。で、ほんまにこの画像がですね、過去ではなく新しい舞台の時代のギーツなのであれば、23話の意味深だったシーンの謎にも近づけるんじゃないかなというふうに思うんですよね。それがつむりの発言と目的。つむりのもう少し長くこの世界を見届けたかったのですがという発言、これめちゃくちゃ意味深じゃなかったですか。なんで一ナビゲーターのつむりがそう思ったのか、もう少し見届けた先に何かありげな言い方だったじゃないですか。で、さっきも触れたこのシーンなんですが、過去ではなく新しい舞台の時代なのであればですね、注目するポイントはつむりの髪型です。以前の動画でつむりの髪型について触れてたわけなんですけれども、それがここに繋がってきそうな気がするんですよね。この画像のつむりは開口編の髪型に戻ってます。今までつむりはですね、シーズンが変わるごとに髪型が変わってましたが、次は戻っているとなるとですね、舞台となる時代が変わると同時にリセットされるとも考えられます。デザイアグランプリの一部でもあるつむりもリセットされて戻ってしまう。これまでのつむりはですね、シーズンが変わるたびに成長してきました。最初はただただ元気な女の子という印象でしたが、最近ではゲームマスターのチラミに怒り問い詰めるシーンもありました。成長して何かになりかけていたつむりは、その先の自分に何が待っているのかをこの時代でもう少し見たかった、もう少し長くこの世界を見届けたかったのですがという言葉はですね、ケイワもネオンも成長していたし、この二人の行く末もそうなんですけど、どう展開していくのかを見届けたかったというね、気持ちもあると同時にですね、自分がどう成長するのか、どう変わっていくのかも自分のことながら、それすらも客観的に見ようとしていたのかもしれないというふうに思ったんですよね。そうなると謎が増すのがオープニングのつむり。なぜエースに銃口を向けているのかと考えた時に、つむりが成長した先があのシーンなのであれば、つむりはラスボスになるんじゃないかと思ったわけなんですよ。三つ目の後任のナビゲーターがつむりということもあって、三つ目はおそらく重要キャラということは、つむりも結構な重要キャラである可能性は非常に高い。重要キャラである三つ目がデザイアグランプリを去り、息子であるエースの前からも去った結果、世界は好転していないのであれば、つむりが三つ目と同じ状況になった場合、三つ目とは違う行動をとる。三つ目はデザイアグランプリを去り、エースを生かしたのであれば、つむりはデザイアグランプリを支配し、エースを消す選択をするんじゃないかなと考えました。ここ最近運営側もどんどん変身していきます。
この流れにつむりも乗るのであれば、ラスボスライダーはつむりの可能性も感じずにはいられないんですよね。さあ次回乖離編 SP で、この SP はスペシャルというね意味やとは思うんですけれども、おそらくこれで乖離編は終わりでしょう。次のシーズンどんな話になるのかめちゃくちゃ楽しみですよね。今日の動画はいかがだったでしょうか。楽しかったよ、面白かったよってちょっとでもね思ってくれた方は今すぐ高評価を押しちゃってください。またですね、チャンネル登録をまだしていない方はぜひこの機会にチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ほな。視聴者、ここまで見たのであればチャンネル登録高評価をしなければならない。さあ皆さん、今日は祝日ということで、木曜日ながらお仕事が休みの方が多かったんじゃないでしょうか。この祝日なんですけれども、こうどっちかに分けてほしいと思いません？こう木曜日にするんやったらちょっと一日頑張って金曜日にこう休みにしてくれればこうね、3連休取れるしってなったら、結構ねいろんなできることの幅って